メンタリスト DAIGO さんがね、言ったらあかんこと言って炎上した時にめっちゃひどいことを言われたから、それを警察に情報公開請求したと、うん、そしたら 90% が中学生だったと、うん、要は死ねとかボケとか何とかって言ってるの中学生でね、うん、で僕これいろんなチャンネルで言わせていただいたんですけど、うん、DJ 社長もの番組でも言ったんですけどね、うん、要は社会人になってね、アカウント作ってわざわざ誰かをディスるとか攻撃するとかマイナスのエネルギーを発する人なんてまあいないですよ。僕一徳でもアンケートさせてもらって1日10人20人と名刺交換するんで100人のアンケート僕2回やったことあるんですよ。1回でもコメント欄で誰かの誹謗中傷とかをコメント欄でね書いたこととかありますって誰一人出会わないですよ。であれって実は 90% 中学生がやってて、まあ、大学生まで行ったらさすがにそんな非生産的なこと誰もしないんで、友達の作り方がわからない中学生がああいうことをまあ実はやってる。だからその意見に別に流される必要なんてないし、自分がメイウェザーに花束投げたとしても僕ずっと次元爆弾ですって言い続けてて、いろんな方があの時ああいうふうに言ってごめんねっていうことも言ってくださるし、実際は僕の周りで誰も縁が切れてないです。 NHK をぶっ壊ぶっ壊ぶっ壊 NHK をぶっ壊。